ピッチャーはエース級だと、だから誰使ったって同じなんだけど、とりあえずあの野茂を使ってみたいんだと。でしかもあの1点リードしてますからね、最初の試合ということでこの試合やっぱり勝ちたいですか。松永さん、これがもうベストリレーということになりますかね。まあ第一戦、しかもね、この与田君、塩崎君、まあ、締めくくり野茂と、これ彼はねやっぱり一番実績もありますしね、はい、去年のソウルでは彼あのプリンスにやったら、あ、失礼、西武に入った石井と、はい、でこの野茂が、まあ、大活躍したわけですがね。打ち上げました、変化球を打ち上げました。キャッチャーです、キャッチャーの古田がバックネット方向に追ってくる、取りました、ワンアウト。さて長嶋さん、はい、この野茂のこう体重も減ってスリムになったようだしね、特にあの投げ方というのはむしろああやってちょっとこう極端にくらいねボディアクション、球力あるんですね。しかも球威もやはり重いし、結構本人は球には自信持ってる。そこでハンド取りながら軸に一旦ドーンと右足に乗せてね、腕の振りとうまくね、はい、振ってくるんですけどもね、結構あれが球威の一つの原動力になっているような気がしますね。その分低めに球がねよく集まるようになったんですがね、だから安定度からいけば昨年よりかうんと良くなってると思いますがね。6番のキンデランと対します。ワンボールナッツング2球目、インコースの速いボールを打ち上げました。セカンドの後方、セカンドの西、まず1球目高めに外れました。ワンボールナッツング、ハセン、2球目外れました。 ボール2です。そうなんでしょうね、ですから今日みたいな、まあ、たまたま、まあ不調とかですね、時差とかいろいろあるでしょうけどね、9番投げて非常にこうダイナミックで、はい、受ける皆さん随分いるんでしょうけど、ちょっとこう中で飛ばずで、そうですね、ちょっとこうタイミング悪いような感じしますね、はい、まあ、2試合くらい見たんですがね、ちょうどかの有名なあのフィデル・カストロさんがね、はい、恒例のそのスピーチやるね、はい、ヒッターを起用します。2番のメサに変えてウルティア、1球目ノーキャはご覧の通りホームラン14本打ちました。この選手も去年あの行きましてね、すごいキューバチームを見てるんですよね、はい、で昨日京都見て行かれたんですけれども、なんかこう身震いするなということをね、おっしゃってましたね。山本監督はキューバで初5試合でなんと32点を取られました。その影が今日はまだ見えております。ワクワクする投手、そんな感じがいたします。2ナッシングと追い込んでフォークボール、空振りの三振。このまま4対1、1点にキューバを抑えることができるか。2球目143キロのストレート、ナレス追い込んだ。野茂3球目低め、ワンバウンドです。全くフォークを持ってましてね、遊ばなくなったでしょ、2エンド1、もう一つですね。キューバの若き4番バッター21歳、アウトコースバットの先、三遊間のゴロ、サード西が待って取って一塁へ送球、ワンアウト。ホームランを打ちました。大きなスイング、過去2回来日した時はキャッチャーでした、今は外野手として来日しております。今の投球、思い切って投げ込んだストレート、145球場が3点をリードされて9回の表最後の攻撃、ワンナッシング。投球2球目、第2球高めに外れた、ワンエンドワン出ますね。野茂が非常に調子がいい。3球目インコース打ってファウル、席に腰を下ろした山中監督と立ちっぱなしのフエンテス監督。さあ2エンドワンと追い込んで高め、ボールとなりました。6回からマウンドに上がって出したランナーが1人だけという野茂、2エンド2、アウトコース三塁線、フェアです、フェアです、西が1回落とした、踏ん張って一塁へ送球、一塁はセーフ、ワンのキャッチャーがバッターボックス。1球目右持っていった、セカンド、セカンド横追いつきました、一塁へ送球、試合終了、4対1、4対1で全日本が第1戦キューバを下しました。